おはようございます。おはようございます、エリです。今日は何を教えてくれるんですか？はい、今日は小回りの時のストックです。はい、ストックをつく位置とか、はい、つき方、はい、っていうのを私が意識していることをお伝えしたいなと思います。はい、そうですね、大回りよりも小回り、タイミングも重要になってくると思うんで、はい、結構ストックワークっていうのも見栄えとしては、見栄えというかね、印象は全然違うかなと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずはストックのつき方、私がしてる意識としては、ストックをつくとき、こうリングがこう説明に当たる置き方というよりは、ストックのこの位置づきを刺してついています。はい、はい、こういうリングを触るだけのつき方だとちょっと弱々しい感じ、うん、に見える、うん、で手も下がっちゃう、うん、それでしっかりと位置づきで説明を刺す。なるほど。ストックの付き方を私は意識してます。はい、そう、引きずる感じだとちょっとローテーション気味になる可能性がありますよね。そうですね、もうブロックもできないんで、うんうんうん、同じで、はい、はい、じゃあちょっとゆっくりなスピードで一回やってみましょう。はい、はい、今のは？今のはダメない。引きずる方、ね、はい、はいはいはい。ちょっと手が下がってお尻も下がっちゃう。うん、なるほど。印象ですかね。そうですね、はい、力強さはやっぱない感じでしたね、うん、そうですね、はい、はい、じゃあ続いて？続いてはしっかり刺して、突き刺す、はい、やってみましょう。はい、はい、はい、これが今突き刺した、はい、うん、タイミングもなんか掴みやすそうですね、うん、そうですね、うん、じゃあ続いてその刺してる場所とかっていうのを教えてください。はい、ここら辺ですね。はい、ストックをついてる位置っていうのは、はい、だいたい私は多分ですよ、多分位置的にはトップとビンディングの間、うん、って感じでしたね。今私自分で滑ってみて、うん、トップすぎずテールすぎず、うん、トップとビンディングの間についています。なるほど、はい、はい、じゃあ横から見てみましょう。はい、じゃあ続いて緩斜面で一回そのストックをつく場所だとかっていうのを確認していきましょう。はい、はい、ストックが前だとこうなります。はい、前のめりですね、かなり。リングが上がってこう下半身がうまく使えない。うん、はいはいはい、はい、次後ろやってみましょう。はい、人体切れるかもしれない。後ろ、ストックそれストックへつく位置はブーツより前だったんだけど、ただ単に後傾になってただけだった。もう一回やってみましょうか、うん、はい、まあちょっと極端ですけどね、はい、確かに体がこう来ちゃってる小回りの人って
いると思うんですね。多分そんな後ろにはついてないと思うんだけど、うん、はい、はい、じゃあ正しいポジションで最後行ってみましょう、はい、はい、これがタイミングよくついてるやつですね。そうですね、はい、あのやっぱついてる位置はトップからこうブーツのちょうど真ん中ぐらいなイメージですかね。そうですね、はい、もう一度ちょっと構えてみてください。はい、そんな感じですね。で前につこうとすると、はい、前のめりで今度後ろについちゃうと、はい、後傾っていう感じですね、はい、はい、なんかリカバリーでこういうのは見たことありますけどねそうですね、写真で一瞬の写真とかありますね。そうそうそう、雑誌のカバーとかになってそう、はい、ありますね、うん、ドカーンって飛び出してる。そうです、うん、はい、リカバリーで使うのはあり、うん、でもやっぱセンターポジションに乗ってるときは、まあ、自然に構えたらここになるんじゃないかなと思います、うん、なるほどですね、はい、はい、あとストックをつくタイミングなんですけど、はい、こうターンがこうマキシマム来たらトンみたいな、そんな感じですね。次のターンに入る直前みたいな。そうです、ね、なんでマキシマムと同時にストックをつくイメージではないですね。コブと一緒ですねこれ、はい、はい、じゃあということでぜひ小回り上達、はい、皆さんも試してみてください。はい、お願いします。はい、では本日は以上となります。はい、See you. See you.